内出浜の戦いは南北朝時代の官能の上乱における合戦の一つ。1351年2月、摂津国内出浜において、足利忠義の軍勢と足利高氏、高諸直の軍勢の間で戦われた。室町幕府内で足利高氏の出事高氏家と弟の足利忠義の対立が深刻化した。一旦は諸直派が有利となり、 忠義は出家し実権を失い、忠義派の上杉重義と畠山忠だは、入る先で諸直の配下に暗殺された。1350年、高氏は九州で兵を挙げた、忠義の養子、足利忠冬を討つため、諸直らを伴って出陣した。その頃京都を脱出した忠義は南朝に降伏し、諸直追悼のための兵を挙げた。 1351年1月、忠義派は京都に攻め込み、留守を預かる足利義明を破った。高氏はビンゴから兵を返し、忠義勢と戦いとなった。高氏、諸直は忠義勢を難なく打ち破れると考えていたようだが、諸直に反感を持つ多くの武将が忠義に従っていたため苦戦に陥る。高氏は針馬に兵を引き、 高氏安志らの軍勢と合流し、再起を図る。その間に、高氏勢の中から、忠義勢に願える武将が現れ始めた。2月17日、高氏軍は、忠義軍と摂津国内出浜で決戦し、数の上では優位であったが、戦意に勝る忠義軍の前に敗北した。二万湧いた軍勢が千足らずにまで打ち減らされた。結局、 諸直、主体兄弟の出家を条件に高氏と忠義の和議が成立した。2月26日早朝、高氏は諸直兄弟を伴って京都に向かった。しかし、諸直兄弟は、摂津から京都への護送中に、怒り狂って待ち受けていた忠義派の上杉義則と三浦八郎在門らの軍勢により、摂津の向こう側で一族と共に殺害された。 忠義派は皇公共大の排除に成功し、主導権を奪回した。高氏派、忠義派は一旦は和睦したものの対立は収まらず、両者は再び戦いを始めることとなる。滅亡寸前にまで追い込まれていた南朝だったが、忠義の降伏をきっかけに、以後も北朝方武将の降伏が続き、南北朝の動乱が長引いた。ありがとうございます。